20、25HP20、25HP は、ロールスロイスが1929年9月から1936年に製造した乗用自動車である。第一次世界大戦後に発売された中型、ロールスロイス車20は、不況の産物ではあったが、狭い市街で扱いやすく、決して早くはないがバランスの取れた性能で、高い評価を受けた。しかし時代が進み、 ユーザーニーズを反映して重いボディを仮装されるようになると出力不足が否めなくなった。またその走りは当時の水準では抜群にスムーズとは言われていたもののエンジン回転数が 3300rpm 付近に至るとクランクシャフトがねじれて強振を起こす問題が浮上した。そこで新たに改良型のエンジンを積んだ中型車が企画され、 ファントム2と同時に発表された。エンジンは内径を拡大し、内径ファイ 82.6mm 工程 114.3mm で 3669cc となった。このエンジンはバランスウェイトを工夫し、フライホイールを軽量化するなどの改良を加えられており、クランクシャフトの試作品が38種も製作されたが、この試行錯誤の末、 20よりも高い 3500rpm を安全に維持できるようになった。当時は工場の実験設備が未熟だったためメインベアリングの耐久性試験はエンジン車載状態での実装工という手段が取られた。その走行テストはフランスのオートルートでフルスロットル連続走行1万マイルをクリアすることで合格という非常に高い基準であった。当初のメインベアリングはまだ バビットメタルであったが、1933年にクランクシャフトが窒化処理されたことで、耐久性はフルスロットル3万マイルに向上した。車種は20用の細部を改良し、ほぼファントム2の小型版になっている。ホイールベースは当初129インであったが、1930年に132インに変更された。1932年に、 ザモーターがテストした結果最高速度は七十四マイルパーアワー、トップギアで三マイルパーアワーでスムーズに走行でき、零から五十マイルパーアワーを二十秒で加速し、三十マイルパーアワーから十二点二メートルで停止している。また九百七十年代になっても楽に六十マイルパーアワーで巡航できていた個体があったという。ギアレバーとブレーキは右側にあり、乗降時に ズボンの裾に引っかかるため、エレガントに乗降するのは困難である。1932年からは、車種のみでなく標準ボディが用意された。1933年に発売された、ベントレー3リットルのベースになった。1936年に、発展型の後継モデル、25、30HP に移行して、生産終了した。ありがとうございます。